こんにちは。今回皆さんの陶芸の体験授業をさせていただきます。陶芸家の堀井です。よろしくお願いします。今から皆さんに作っていただくお皿の参考となる資料をお見せしていきます。まず使う粘土をご紹介しないといけないですね。こんな風にグレーの粘土、それと茶色の粘土を使います。この粘土の色の違いを使って表現していきます。皆さんには黄色、白、透明、青のいずれかの色を選んでいただき、最終的なお皿の色とさせていただきます。こちらの作品ですが、飼っているペットの猫ちゃんでしょうか。耳、目、口、そして足、鈴、とてもユニークにデザインできていると思います。お皿の形が顔になっていて、全体に模様があるところがとっても良いですね。細い線の模様、面の模様、この組み合わせも良いかと思います。サッカーがとても好きなんだなぁ、とっても分かりやすい作品になっているのがいいかと思います。星もお皿の周りの方に施されて、にぎやかな表現になっています。このお皿は真ん中のお花の模様と周りにある表現がとても違うところが良いかと思います。真ん中のところは大きな模様、周りのところは線で細かな模様になっています。その違いがとてもにぎやかな雰囲気になっています。模様を考えていくとき、一つだけ注意してほしいことがあります。このように大きな模様を入れてしまうと、お皿の端の方にひびが入ってしまうことがあります。線の模様やあまり大きくない模様であれば、ひびが入ることはありません。一度入ってしまったひびはどんどんと大きくなってしまいます。大きな模様を入れないようにだけ注意してくださいね。